花尾義郎の音楽魂。はい、こんにちは、金尾義郎です。一週間ご無沙汰しております。皆様お元気でしょうか。今日もね、早速楽しくね、音楽魂やっていきましょう。おなじみ高橋誠さん、こんにちは。よろしくどうぞお願いします。お願いいたします。松下俊美さんでございます。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日はですね、久々に再登場という形になりました、お待ちかねですね、桑田靖子さん、どうも、どうもこんにちは。こんにちは、そうです。ほらまた違うよね、カメラ目線でね。もうアイドルですから、ね、35周年を迎えてもアイドルですから、50過ぎてもアイドルで行かせていただきます。よろしくお願いいたします、ね、よろしくお願いいたします。嬉しいです。桑田靖子さん、早速ね、じゃあね、はい、桑田靖子さんの、はい、デビュー曲。そうです、35年前のこれね、1983年、不作組と言われる、売れなかったチームですけど、83年という、はい、あ、そうですか。そうなんです。いや、そうなんですかと言われてください。そうです。デビュー曲ね、早速じゃあ、はい、聞いてみますか。タイトルはこれ何でしょう。 That's Platonic、 聞いてください。イエイ。悲しみ重ねたら、私は本当にあなたのものになれるでしょうか。春めく街に立ちすくみ、唇小指でなぞって待つあなたの面影が眩しくてうつむきがちな夕暮れです。胸に秘めたあなたの淡い思い出に心乱れます。胸に残るあの日の夢を。いや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 、これしっかりしたね、はい、声ですね。ありがとうございます。15歳でバーンって歌ってますけど、ね、今ヒーヒー言いながら歌ってます。いやいや、これ素晴らしいっていうか、やっぱ歌唱力がね、昔の方っていうのはやっぱり
うまい。しっかりあるね。昔の方ですね。だから当時30年とかっていうのは美空さんも違いますし、役者さんの中でも皆さんそんなにまだ、今年35周年なんと貫禄のない。いやいやいや、でもね、あの素晴らしいですよね。でも先ほどもねちょっとこう聞きながらお話してたんですけども、例えばこのファンの方っていうのは、こういうデビュー曲この That's Platonic ね、やっぱどうしてもほら聞きたいっていう方が、いらっしゃると思うんですね。ありがたいです。そうするとやっぱりでもこれこの当時はちょっと気がつかなかったけども、あの大人っぽい曲なので、今歌っても、あの決して違和感ないじゃない。人にそう言っていただけたら。でも人によってはさ、もうチャラ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 した曲を一生歌い続けなきゃいけない。チャラチャラもう川筋男が言いそうな、もうチャラチャラ、お前は人だったのかみたいな。あのでもね、それがヒットしてたらさ、そうそうね、それ一生歌わなきゃいけないからね。でも思います、あの声の調子がいいとか悪いとか関係なく歌える歌だったらよかったのに、あなるほどね。やっぱりこう伊代さんとか伊代さんとか歌ってらっしゃるの聞くと、あもう踊りながら私も歌いたかったな、ね、あの簡単な歌とかじゃないですよ、そういうふうにことじゃなくて、こうなんかこう楽しく歌える、あいわゆるアイドル、でもこれはいわゆるアイドルの歌じゃないよね。そうだね、いや難しかった、難しいよねこれね。レコーディングの時に、もうあまりにもその高い音がずっと続くので、歌ってるうちにメロディーが分かんなくなっちゃったんですよ。はいもう終わり、もう歌えなくなっちゃった、もう終わり終わり、レコーディングおしまいって。あなるほどね、言われたんですけど、もう本当に難しくて、再活動というか、まあ、活動をまた始めた時にこの歌は絶対歌えないと思ってました、なるほどね、いやでもこれは難しいけど、逆にその時が経ってね、あこれ後ろで流れてるのはあれですか、あ今の CD になりましょうかねこれ、あそうですね、これが違いますね、あこれは晩秋といって、多分9枚目か10枚目ぐらいのシングルだと思いますね。この中の曲になるんですね、大人になってきた頃の、ちょっとあの歌謡曲っぽい感じの。なるほどね、でも考えたらあのいわゆるほらそのアイドルで、あのっていう言われる方たちがね、もう さっきのほら松本優さんじゃないですけど、やっぱりどっちかというと可愛い ね、 そ う、 ですね、そういう感じだけど、なんか全体的に大人っぽいよね。前の年、さっき不作って言いましたけど、あの83年デビューなんですね私は、で80、その前の2年が、伊代さん、優さん、秀美さん、キョンキョン、それから渋垣隊とか明菜さんとか、もうすごいメンバーだったんですよ。なるほどね。でものすごく売れた年で、翌年私たちが、今また何年か前からあの仲良しさんで会ってるんですけど、大沢逸美ちゃん、松本明子ちゃん、徳丸純子ちゃん、小林千恵ちゃん、木本優子ちゃん、森尾由美ちゃん、みんなその歌で残ってないそうバラエティー行っちゃったの、でも不作だからこそ私たちは私たちの場所を見つけられたねって、松本あっこちゃんがうまいこと言うんですよ。なるほどね。でどっちかっていうとあっこちゃんもいまだにその年齢でも一番うまいんですよね、歌歌わないですけどなかなか。だからその前の年がきらびやかだったんで、私たちの年83年組は割と実力的に、実力で売っていこうみたいな、こう現のそ事務所のプッシュはあったと思いますね。でも歌で残ってないってどういうことですかねみたいな。いやでもあ残ってました、私残ってましたね。そうだ残ってる。いやでもね、やっぱりその歌をあの追求するというかね、役者さんとかね、いろいろみんななったりとかあるじゃないですか。そうですね、だからそういうふうなことで、生きていく方たちと、その歌をその淡々とこう歌い続けるっていうのは、いう意味ではあのどうですかね、やっぱり歌が好きで今でもねやられてるっていう。
分今金田さんおっしゃったみたいに、私たちはその歌とかお芝居とかっていうよりも、うん、アイドルで出るということがまず一つだったので、うんうん、なるほどね。アイドルで出るってことは、うん、後にずっとアイドルは続けられないわけですよね、年齢がいくので、はいはいはい、だからその選択をしていくということがもう最初から多分あったと思うんです、うん、だから一つの皆さんに知っていただくための方法としてアイドルというのがあって、アイドルずっとやる子もいますけど、やっぱり二十歳以上でアイドル当時やる人はいないと思うので、いい意味でその歌か何かとかっていうことじゃなくって、やってる間に考えることができたと思うんです。経験をいろいろさせてもらった中で、あ、私はやっぱお芝居が好きだわとか、歌っていくうちにやっぱり歌がやりたいなとか、その間口としてアイドルっていうのはすごくそういう意味では広くて良かったなと思うんですよ。これが多分歌から始まっていたら、歌を続けていくのも時間が経っていた時にこれでいいのかなと思ったでしょうし、そう、ね、違うものだったら歌に行けるのかな、これは後に自分のやりたいことできるのかなっていう不安もあったでしょうし、だからそう考える時間が若い時にデビューした分もですけど、アイドルでデビューしたことでいただいてた時間だったっていうのは、経験を積んでやりたいことを見つければいいよっていうことだったんだなって、30過ぎたら分かりましたね。なるほどね。若い時は何かこうやらされてるというか、言われたことをやることで一生懸命だったので走ってるだけだったんですけど、振り返ってみればすごくいいタイミングで自分たちのことを考えられるということの選択肢をいただけてた。なるほどね。歌どうですか、やっぱずっと続けてたら続けてたで、僕は80年なんですけど、そのもうね方法がなかったんだよね、俺たちほら能型やな、能型やないって能型なんですよ、能型福岡県能型市、能型市っていうね、とこでね、桑田靖子さんがもうね、そこのもうスターね、いやいやいや、もうその大先輩がもう2人いらっしゃるからすごい人たちいっぱいよって、で僕らはね、そのいわゆるその芸能界に入るとかっていうよりも、やる術がなかったからオーディションとかしかなかったんだよね。まあそのアイドルの方ね、方たちもそうなんですけど、だからレコード会社のオーディションを受けて僕はそのデビューしたんですけど、だソニーの1回目だったのね、 SD オーディションね。そっから出てきたのは結構その後ね、もういっぱいいたわけよ、世紀末なんかもそうだし、その後にね、どんどんだからもうその方法しか田舎から出ていく方法がないわけだよね、タイねだっていやだからはっきりしてる感じでしたよね。そうそう、当時は本当は歌は歌、まあそうそうっていう、隣の野方にはライブハウスなかったけんね。なかったです。今もないですけどね。なかろう。いや今はちょっとできたみたい。あ、そうなんですか。ジャズクラブとかね。たまにあるみたいな。それでその当時じゃなくて飯塚で歌い始めたんだもん俺。私ものど自慢は飯塚からでした。本当飯塚がですね、やっぱり野方より全然発展してたので、あ、ね、あの街自体とか、その勢いもすごくあったんですよね。あったね。野方はまあ五日市はすごかったですけどね。五日市はね、金さんのところのお店でやってらしたお店、そうそう店をね、アーケードの商店街がもう本当に毎月5日の日になると五日市っていうのをやるんですけど、動けないぐらい、人が集まってたんだから、もう、もう子供のちっちゃい子はお父さんの肩に乗っていないと動けないぐらい、もうどこ行ったかわからん、もうどこ行ったのみんなみたいな、そうそうぐらい、もうひしめき合って盛り上がってたんですよね。そうそう、五日市がねあったのよ。だからまあ時とともにね、この間もちょっと帰って友達なんかも商売やってる人がいるんで、行ったんだけども、ちょっとねやっぱり寂しくなってきてね、だからなんとかその能型っていうか、まあこんな話になっちゃったんだけど、町とかこう盛り上がるようにね、やっぱふるさと愛はありますよ ね帰ると本当になんか、そうそう、あらあっていうふうにこうなるよりも、でもあなたはもう13ぐらいで出てるんですね。そうです、13で出てるので東京の方が長くって、そうでしょ、車で高速降りたりとかすると、インターチェンジとか高速のところとか、どっちに右に行くか左に行ったらどっちに行くか分かりませんみたいな。ああ、そうかもね、博多から戻ってきても、全然どこに行ったらいいか分からないみたいな。なるほどね。あります。でもね、能型もちょっとね、いろんな動きでね、ほらカメラマンの月田さんとか近く
いやあ、出身の方なのよ。あの見せていただきました。デビッドボーイの殿町とかの写真とか、そうそうそう、皆さんわからないですよね、うん、本当にマイナーなところの、うん、うちのひおばあちゃんとかが住んでたようなところの昔の写真を撮ってらしたりとかしてるんですよね。いや、スキタさん、スキタさん、違いますか、それでスキタさんはあれよ、デビッドボーイとかもやってらっしゃるっていう。そうそうそう、だから花世界も見つつ能形も見つつっていう、うん、だからスキタさんなんかがね、ちょっとやっぱり盛り上げようと思って、はい、4月からね写真展やられるんですよ。能形はもうあの特にまああの先駆けてね、はい、まあだからシナロケの相川さんとかと、まあ、トークショーとかもあるんだけども、はい、それが4月の3日ぐらいから5月の20日ぐらいまであるんですね、はい、あの谷尾美術館って。あ、そうで、その間僕行くんよ。谷尾のおいちゃんも私もデビューのきっかけと思います。嘘、もう小学校の時からもうあの能形のビッグリーチっていうお肉を扱ってる大きな市場があるんですよね。そこの会長が、ね、もう私小学校の時からあのすごい従業員の方がもう何百人もいらっしゃるんで、そこで焼肉大会をやるときに、ね、歌え歌えって言って歌わせていただいたので 歌い慣れしてた。それが本当に谷尾のおじちゃんのおかげです。あら、ま、本当、はあ、今もうお嬢さん、お嬢さんというかお姉ちゃんなんですけど、あの会長で同級生が今あの息子さん同級生ですけど、うん、社長やってて。あ、本当、はい、もう能形と言ったら、まあもうそうよ、桑田靖子か海洋かぐらいのね。そうだよね、本当ですよ。まあ、あ、僕の隣の人もあの松尾清則さんもね、そこからデビューされて、松尾さんお会いできました去年。あ、今年ですね、やっと。あ、どこだ、杉正道さん の、あの杉さん祭りでお会いして、あ、そうそう、やっとお会いできました。あ、本当、だからもうお二人、松尾さんとカナオさんと、隣は松尾清則さんのシネマというバンドで CBS からデビューして、はい、僕はね隣同士でエピックソニーだったのよね。すごいですよね。そうそう、お隣同士で、だから大先輩がお二人すごいミュージシャンいるって言って聞いてました。いやいや、俺とかはもうろくでなしだけど。いやいやいや、ラジオでろくでなしてみたいな。あ、この話ばっかりだったらもうマコさん入れない、すいませんね。いやいやいや、聞いてます、楽しみません、ね、なんかリトル能形になってる。確かに二人で十分リトル能形やっとるね。あの、もうローカルな体になってしまいましたけどもですね。ということでね、はい、今日ちょっと生歌いきますか。あ、お願いします。な、何からいきましょうか今日。そしたらその洋楽もやられる。あ、それ、あ、そうなんですよ。じゃあ能形のお話が出ましたので、はいはいはい、私のそのかなおさん、かなおさんと、はい、その能形の、うん、あの真ん中に遠い画商の川と書いて、恩賀川、恩賀川っていうんですよ ね、はいはい、そうです、リバーサイド、リバーサイド、かっこよく横文字で言いやがって怒られます。言いやがってとか言うの、息子やかに。すいません、すいません、もう2回目だからちょっとホッとしております。そうですよ、それを、ね、能形 の、はい、あの恩賀の風というね、そうです、あの桑田靖子さんのオリジナル、はい、あの最新オリジナルあります。これはもう素敵な歌ですね。 ありがとうございます。あの、うん、活動を再開して2枚目のアルバム、私の歩む道っていうのは、うん、まあ、親との子のことやふるさとのこと、愛のことを書いたアルバムなんですが、うん、その中に入ってる、はい、もう40になっても50になっても私たちの人生はこれから青春よね、うん、というような歌を応援歌で作りました、うんうん、素晴らしい歌ですけどもね、これをちょっと喋りすぎて声が出るんでしょうか。本当俺たちもベラベラベラ喋るよね、俺たちになったらね、もう喋りすぎて声が出るんでしょうか。じゃあこれ高嶋誠さんとね、はい、2人でっていう、あのなかなかこういうパターンはね、あのこの番組ならではと思いますが、本当に贅沢にやらせていただきます。ちょっとあの無理を言いましてですね、音楽の風、燃ゆる太陽
さ変わらない、やり直せる、何度でもあの日に心戻れば、四十の声も五十の声も人生今が半ば、今が春です、人生の春、青春はこれから、見慣れたふるさとの、見慣れた景色、私の夢を育んだ蓄音の匂い、まぶた閉じいつでも朝日の出橋に立てる、離れてわかる悲しいふるさ、ね、素敵、ギターで歌わせていただいて、ね、ギターと歌だけっていうのも ね、素晴らしい、もちろんこの CD のね、今回の CD、これはタイトルなんでしょうか、これはですね、この前のアルバムに入ってるんです、はい、私の歩む道というアルバムの中なんですが、はい、音楽の風聴いていただいて、こちらは新しく3枚アルバム出させていただいてるんですけど、これね、幸せの扉、はい、これ随分あれですね、こう比べてみるとね、大人になりましたね。加納さん、50になりましたから。いや、これやっぱりね、まだまだ皆さんに比べてまだまだですけど、いや素晴らしいこの幸せの扉の中のね、はい、これ音楽の風というね、はい、歌ですけども、はい、素敵な曲ですね、はい、福知山とかね、あ、福知山じゃなくて音楽川とかね、はい、日の出橋出てきましたよね、もう懐かしいですよね、一面菜の花になるんですよね、春になるとね、本当に真っ黄色になって菜の花畑、花粉症の人は大変でしょうけど、だからそこで育ってるからね、花粉症ならないのよ、うん、あ、そうです、私もなりませんね、ならないでしょ、ならないです、全然それとは関係ないかもしれないいやでもね、はい、菜の花の絨毯がね、春の頃にね、ぜひ皆さん、何もないとこですけど行っていただけたら、いや、でもね、やっぱりね、幸せな気持ちになります、生まれ ご両親は元気におります、の私元旦におります、いや、この間行った時ね、はい、また俺もう本当にでもそれ喋ってください、こっち内輪話になるんだけど、この間お袋が、はい、金崎ってあるじゃん、
はい、あちょっと北九州の方に行って、はい、あそこの施設に移ったのよ、はい、海の近くなんだけど、この間ね行ってらしたってフェイスブックで、袋のところで歌いに行ったんですよ。その時にねいたね、あの、はい、職員さんというかそこにいらっしゃる方が民謡を歌うんだけど、うん、その人が安子さんの教え子だった、お弟子さんだったんです。うちの母が人形の先生を、私が東京に行ってから、うん、彼女が歌が、うん、母が歌が好きだったんですよね、うん、私が東京に行ってから民謡 の、 お稽古始めたって言ったら先生になって、うん、三味線も詩吟も今先生で、うん、この間全国大会で東京に来ました。本当、武道館で毎年歌うんですよね。マジ、今年はちょっとたまたま武道館、今年ってかな、昨年度はたまたま武道館じゃなかったんですけど、わあ、なんやそれみたいな感じで。そうそう、はい、だからそのお母さんのお弟子さんがいらして、ね、いらしたっていう、狭いですね。狭いよね、びっくり。まあもうな、だからね、言ってたもん、はい、なんか安子さん、なんか呼び名があるじゃん、なんて呼ばれる？あ、さえちゃんですか？あ、さえちゃん、はい、本名がさえ子っていう、うん、そうね、はい、あ、さえちゃん、さえちゃん、さえちゃん、よし、知っちゃうですよって言ってびっくりですよ、本当にありがたいですよね。で、おふくろはさ、もう、はい、中要するにその、何、記憶が、まあ、なんだっけ、はい、認知症、認知症がね、はい、進んでるんで、もう覚えてないわけ、俺のことは。いや、いや覚えてないけど、はい、なんかね、いや確かにあんた誰ねって言われたよ誰ねって言われたね、そうなるってね、皆さんおっしゃいますよね。なるけど、はい、いや、金尾よしろだいって言ったら、はい、パッと思い出して、はい、あ、金尾よしろねって金尾としろ持ったろって、お兄ちゃんの名前ですよねあれね、ふっと思い出すんよあれ。あ、うん、だからそう、ちょっと刺激与えて、ね、ちょっとおらべば、はい、おらべばでさ叫べばってことですよ。そうそう、ね、言うたらですよみたいな。わーっとおらべばちょっと思い出すよね。なんかやっぱりこうインパクトの残ってるものにこうポポッと入ってくるんですよね。そう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 、だからそのとね、はい、場所でだって桑田靖子さんのね、お母さんの話するとは思ってなかった。びっくりした。嬉しいですよ、ね、やっぱ野方やね、狭いよ野方たい、野方たい、失礼しました、こういう話ばっかりになってました、いかがですか松下さん、今日は。いやいや、もう楽しみすみません、二人でずっとそうですね、そうそうそう歌いお便りちょっとご紹介しましょう、そうそう、話せないよね、安子さんにね、はい、ますから読みましょうか、はい、金尾さん、松下さん、誠さん、はい、山田ディレクター、こんにちは、久保達です。あ、久保達さん、ありがとうございます。そしてそして桑安さん、はい、2度目のご出演、デビュー35周年おめでとうございます。ありがとうございます。前回同様そちらにはせさんじたかったのですが、はい、現在就活中のため叶いませんでした、うん、頑張れ、頑張ってください。小安さん、これからもその伸びやかな歌声と面白トークで僕たちを魅了してください新曲も期待しています。ありがとうございます。金尾さん、誠さん、松下さん、はい、山田ディレクターさん、はい、これからも楽しい番組を楽しみにしています、はい、リクエスト、はい、就活がうまくいくように金尾さんうん、風の中で盾をお願いします。風の中で盾るかな、ね、みたいな写真もちゃんとね、こう写真入ってますね。前回来た時にね、サインをいただいて、ね、写真、桑田靖子さんのね、ありがとうございます。久保田さん、就活頑張ってください。頑張ってください、メッセージもいただいてありがとうございます。はい、もう一方いきますね、はい、皆さんこんにちは、はい、今日のゲスト桑田靖子さん、はい、お久しぶりのようこそ川崎へ。ありがとうございます。今回も3人とのえ、3人とのパワフルトーク、うん、4人ですけどね、うん、そして生歌、うん、ワクワクドキドキの番組を聞いております、はい、今年はデビュー35周年ですね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。シンガーソングライター&アイドルとして進化し続ける安子さん、はい、これからも活動がますます楽しみです。さて来月のデビュー35周年記念ライブ、はい、どんなライブでしょうか。ライブの見どころ、聞きどころを教えてください。いやー嬉しいですね、もうリクエストいただいてますね。あら、青い季節、あ、今日歌わないですけどね、歌いません青い季節っていうのはファンの皆さんと、うん、まあ、掛け合ったりとか、うん、こう指をこう動かしていただいたりとか、振り付けがある、ね、はい、あるんですよ。でそれはもうさっき最初にお話しした難しい曲がどうしても桑田靖子っていうのは多かったので、うん、皆さんとこう一緒にこう楽しめるような歌を、うん、はいはい、そして桑田靖子に会った時のことを思い出していただけるような青い季節をもう一度みたいな、うん、
ので作るんです。で曲の中で喋り始めるんですけど、はい、あ、そうなんだ。それは何、あの昔の曲なんですか。え、あの新しく作った、はい、ね、曲なんです。ラジオネームね、リクエストいただいて嬉しいです、はい、ルアオカメさん、 ありがとうございます、うん、ね、これも差し上げます。以前もね、はい、ルアオカメさん、ルアオカメさんいただきましたね。嬉しいです、覚えやすいね。お三人と、ありがとうございます、ありがとうございます。なんか、博多のミキさんのとこ来てないの。なんかミキさん他のとこに入ってたみたいね。なんかこれミキさんね、うん、これちょっとあの来てますけど、他のボックスみたいな、これどうしましょうかね、これ読みづらいけど、うん、読める、読みますか、うん、皆さんこんにちは、はいはい、今日はこっちは暖かいです、はい、ただ豪雪被害のあった地域の方々は大変ですね、はい、桑田靖子さんお帰りなさい、ありがとうございます。去年の3月30日31日以来ですね、はい、東京タワーの動画なども拝見しましたが、はい、前回と同様改めて思いますね、うん、絶対今の方が歌もルックスも魅力的、キャー自分を磨き続けた人の印象には嘘がありませんから、キャー出たね、素敵に、キャーキャー、うん、素敵に磨いてこられたのでしょうね。嬉しいです、プリントも、プリントアウト、はい、今日も同郷の兄貴はじめ皆さんに囲まれて楽しく時を過ごしてくださいね、さて久しぶりに昨日ライブを経験しましたが、やっぱり生は素晴らしいですね。放送もしっかり生の楽しさが伝わってきます。カナオさん、誠さん、としみさん、はい、いつも楽しませてください、うん、でありがとうございます、はい、笑顔が見える放送ってやっぱりありがたいです、はい、今日もリクエストはなし、はい、桑田さんの目覚めとか素敵だけど、うん、お好きな曲歌を気持ちよく歌ってくださいね。いつ頃の曲ですか。今 あの新しいアルバムの中に入ってる中に、はい、じゃあ BGM で新しいもの聞いてみますか。聞いていただいていいですか、ね、目覚めという曲が、ね、PS ちょっと用意するまでね、はい、これミキさんの、ね、続きね、はい、カナオさん、昨日は筑豊デルタ地帯の一角田川出身のジャスティン小川のところに行ってまいりましたって、うん、よろしく言ってましたって、あ、ジャスティンお店やってるね、るね、あのボーカルやってるね、はい、あの博多を結構もうやめんもんね、ずっとやめん、仕事してもね、歌やハモリが吹いたりとかね、ハードロックしたりしよって司法書士やらやりよってずっとやめんもんね。で博多帰ったらそいつらと一緒にやるんよ、そいつら、うん、その方、でもきっとお母さんもそうですけど、うん、歌聞いたりとかするとその時代にピュッと戻ったりするじゃないですか、はいはいはい、だからなんかそのスイッチってありますよね。そうそう、音楽っていうのはその人生と離れ、うん、れないと、え、うんうん、すいません、お三人を前にそんなこと私に言っていいでしょうか。だって35周年だもん、絶対でも、いいです、ありがとうございます言ってください。音楽でやっぱりね、そういうのすごくやっぱり素敵な力がありますよね、はいはいはい、よしゃべるなって2回目だと思って一気になっております、すいません、なんか乗っ取られそうだな、これ。いや、乗っ取ってほしいです、これね、そうそう、博多に行った時はね、はい、博多とかなんか野方行きたいね、今度ね、一緒になんかしたいね、一緒に今度モロカンと行くんよ。わ、本当ですか、うん、ケンちゃん、モロカケンジ君、そうそう、あの長崎ちょっと一緒に行くんやけど、まあ、ひょっとしたら博多も一緒にちょこっとするかもしれないけどね、うん、今度ね、野方行きたいね、はい、あ、ぜひぜひ、春ぐらいね、うん、私喋りたい、喋りたい、喋りたい、歌わんで喋って感じでどうしようかみたいな、歌ならつまらん、ありがとうございます、歌ならつまらん言われました、はい、じゃあ用意できた、用意できました、目覚め、じゃあ目覚め聞いてみましょうか、ミキさんのリクエストですね、はい、何もかもが目覚めていく新しい予感、突然の雨に
あのロック色強くていいじゃん、いいですね、嬉しいですよ。アイドル時代に、うん、なんかちょっとロックっぽい感じをやりたいなっていう時期があったんですね、うん、で実は、うん、あのアンルイさんのアームジョーってあるじゃないですか、はいはい、あれもともと私にひのばじさんが作ってくださった曲で、そうなんだ、なんかアンさんがテレビで歌ってらっしゃるのを聞いて、うん、この曲聞いたことある、ディレクターにあの曲って言ったらごめん、案が欲しいって言ってあげちゃったって言われた。本当そういうちょっとまあ、あ、そういう出会いがね、90年代に近くなってきた頃はやっぱりアイドルからちょっとロックっぽい時代になってきたので、そういう曲をやりたかったんですね、はいはい、だからそこら辺の、まあ、分かってくれる方とかとね、はい、出会うとそうですね、自分のね、方向がまた違ったね、今の感じ出ますよね。面白いです。これたまたま、うん、まあ、たまたまというとおかしいですけど、うん、今の事務所の社長が、うん、ギタリストなんですね、はいはい、で、まあ、映画音楽とか、うん、新宿スワンとかの音楽をプロデュースしてるんですけど、はいはいはい、彼と私はサンミュージックを辞めてちょっとしばらくした後、うん、ロック音楽、要するにバンド音楽をやりたいって言った時にサポートしてくれてたギタリストなんです、うん、で今アルバムのアレンジを全部やってくれてるんですけど、はい、これはもうドンピシャでその当時の感じを再現してくれたというか、うん、あ、うん、あ、そんな感じするよね、うん、嬉しかったですね、うん、だからいろんな、うん、いろんな、まあ、なんていうんですか、アレンジ、うんうん、それからタイプの曲を、うん、歌っていきたいので、うん、特にこういうジャンルとかじゃなくてもいいかなって、うん、やっぱりそこでは歌が好きだっていうことが、うん、そう、声がね、やっぱり突き抜けてるから、ね、か通るからね、生きるよね、おらび方がまたいいもんね、おらび方これはですか、褒めてもらえますか、ありがとうございますこれは何ですかね、この曲、これは、ちょっと聞いてみますか、はい、つふたつあふれる愛し方忘れたあの日の私、そっと寄り添うあなた。Take me to your sky、 なんとかなんとか、そうそう、 Sky Away、 何倍言おうとですか幸せの扉というアルバムの中の1曲目なんですけど、うんうん、Fly Away って言って、で、これ先ほどかけてたデビュー曲の脱プラトニックが、うん、嫌われても嫌われてもあなただけです、愛し方は忘れたけど、うん、愛され方はっていうようなのがあるんです、はい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 、その中のこうなんていうんですか、返しの歌みたいな感じで、うん、愛し方忘れたあの日の私、そっと寄り添うあなたがいたの、うん、はいはい、再活動した時にやっぱり見つけてきてくださったファンの方がたくさんいらして、はいはい、でも歌うことをやめようと思ってたんですけど、うん、また歌うことになったのは、うん、皆さんが桑田靖子を思い出してくださったから、うん、だからまた歌います、自由にっていう、こうギフトの曲なんですね、うん、ファンの皆さんに対しても、はい、なるほどね、でフライアウェイ聴いていただいてます、ね、素晴らしいですよね、うん、ごめんなさい、なんかちょっと当たってなんか俺のこと憎んでないなんか、いやいやいや、また始まった、そんなそんな、びっくりした、なんか割れたかと思ったのに、いや、これさ、今日変な話なんだけど、はい、中長が折れちゃってさ、あら、ビヨヨヨヨヨンってなってます、こう、あのね、だからちょっと不吉な予感がしてたんだけど、え、やめてください、やめて、やだ、せっかくいいお話、ね、きっと、きっと何かがそれ全部持って行ってくれたんですね、新しい流れに、代わりにね、はい、それ安いんじゃないですかね、まあ、そこで、ね、え、なんか、いやいや、今なんか、なんか100均かなんかで売ってる、売ってる、なんか他のジャンルに言われてきたよ、もうできるようになった、大丈夫です、もう、アロンアルファでくっつけちゃいましょう、はいはいはい、やっぱりあれですね、アイドルはしっかりしてますね、そうですね、無駄に使わないでしょ、姿勢が、やっぱりしっかりしてます、ありがとうございます、勉強になりますね、ちょっとね、つまんない話しましたけどもですね、桑田靖子さんのね、アルバムの中から今お届けしておりますけども、これもいいですね、なんかまだ、これは何、ちょっと待って、あ、終わりましたね、ちょうど終わっちゃったところです、ちょうど終わっちゃった、あ、なんかこうオルガンの感じが良かったですね、それちょ、ドラクヨン、ドラクヨン、これは幸せになろうという曲で、あ、なるほど、はい、
そうですね、ディズニーとか昔物語って、うん、やっぱりいろんな教訓があるじゃないですか、うんうん、で糸巻き針も、うん、毒入りリンゴも、はい、実は眠りから覚める、うん、愛に目覚める、うん、っていうことだよっていうような歌で、うん、幸せになろうって言って、あ、ライブの一番最後に皆さんとご一緒に掛け合いで歌う歌なんです。あ、なるほどね。ちょっと聞いてみましょうかね。明け放したのは閉じられたままのドア、どちらを選んでもあなた次第、ふふふ、ということでですね、はい、この幸せになろうというね、これも素敵な曲ですね。ありがとうございます。なんかその何これアコーディオンじゃないけども、はい、ああいうそうですね、いろいろ一緒にやってるピアノのともちゃんが、はい、シンセで音いろいろ作ってくれたり、段、うん、ボールでこう段ボールで叩いたりとか、ね、いろんなことをしてくれる、ね、うん、昔のジャグバンドとかね、そういうの、はい、ありましたけど、やっぱその、はい、楽しくなるよねこれね、はい、うん、面白いです。なんかいろんな、もともと作品を作るタイプじゃなかったんですけど、はい、やっぱり作り始めて自分の中にあるものがこう表に出ていくっていう作業が面白いなって、歌うだけでなくって、うん、やっぱり音楽なかなか譜面とかは読めないですけど、うんうん、こう中からあるものを出していくっていうのがやっぱ皆さんそれぞれに面白いですよね。楽しませていただいてます、ね、なんかねこれ盛りだくさんのね、アルバムになっておりますけども、これまだ、はい、あれですかね、はい、購入できる、できます。アマゾンでも、あ、そうですか、はい、タワレコでも、桑田靖子さんのですね、はい、幸せの扉というね、アルバムの中からご紹介しております、今日たくさんね、CD もご紹介したし、本当に、地元話もいろいろできました。楽しいですすいません、ほぼ喋ってました私なしかよ、マコスさん、あれとつみさんとこ聞けたかしら、ごめんなさいみたいな、ほとんどね、2人入る余地がね、いかがですかマコスさん。楽しかった終わってしまいましたもん。お待ちしてほしいな、ということでね、今日は桑田靖子さん、生歌をね、はい、もう一曲、今日はもう一曲やりますか、行きましょうか、ということで、はい、何行きましょうか。キャロルキングが大好きなので、キャロル、ね、うん、キャロルと友達じゃないですけど、キングね、キングも好きですね。キャロルキングね。はい、聞いていただこうかと思います。あ、素晴らしいですね。まこさんとご一緒に贅沢な、It's too late。はい。あ、もう遅いよって。ね、It's too late、yeah。Just to pass the time, there's something more he taken bitterly nine. And one of us ain't changing, or maybe you just stop trying. And it's too late, baby. Now it's too late. Thought we really did try to make it.So is it living here with you? You're a lot of bliss and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. And it's too late, baby, now
times again for me and you. But we just can't stay together, don't you feel it too? Understand and grateful, but I know what I don't feel. I love you. And it's too late, baby, no, it's too late. Though we really did try to make it. Something inside has died, and I can't hide under dust. I can't fake it. Oh, ooh, yeah, yeah. I used to make it. It's too late. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. いいじゃないでしょうかね。これ素晴らしい。二人で抱き合っていますね。桑田靖子さんですね。今日のゲストですけどもですね。ありがとうございました。ありがとうございますね。うまくいったよね。このやりながらね、山本真子さんもね、素晴らしい、ギター一本でね。オリジナル近いギターを弾いてるね、フレーズね。すごいよね。ああ、ゾクゾクしました。ベースとギターと二人でやってる。そう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 。楽しいね、時間でしたけども、今日ね、久保田さんのリクエストにお答えしましょう。はい、僕のオリジナルでもこれで、うん、風の中で盾っていうね、曲があるんですけども、うん、いきますか。ううとか言う、あるんけ、なんかして、はい、わかりました。なんかしてやる。なんかしてやる。じゃあ行きましょうか、風の中で盾。松井さん、よろしくございましょうか。はい。はい、どこで手を振った
ところで何も変わりはしないだろう。焦る気持ちは今じゃないけれど、風に吹かれて歩くだけ、夢の中で咲け。ということで、久保田さんのリクエストにお答えしまして、風の中で歌ってを 歌わせていただきました。素敵ですね。いい素敵素敵。ライブはいつでしたっけ。ライブはしますね、たまには。桑田靖子さんライブは全然しなきゃ。そうでしたね、そうでした。いつでしたっけ。3月21日そうです。3月21日、これ六本木すると、六本木のクラップスというところなんです。これ3月21日が35年前のデビュー日なんですね。あ、そうなんですか。なのでぜひということで、21日とか昔あったね、321、うん、あのレコードの発売のなんか工場の関係でなんか中途半端なんですよね。921もそうです。あります、あります。3月21日、これ六本木のクラップス、クラップスでやらせていただきます。詳しくはあのブログホームページなどをぜひご覧いただけたらと思います。はいはい、桑田靖子さん35周年記念ライブということで、ね、はい、ありがとうございます。楽しんできます。ぜひご予約お待ちしております。はい、ということでね、金沢城もライブたまにありますが、あの宣伝しましょうか。また忘れとった今日。今度いつやんだっけ。いつだっけ。3月6日。3月6日、うん、おおって本当に入ったよ、まこちゃん。来たことみたいに言われた。3月6日あれやるんだよ、確かプラットンカンティーナ。あ、本当。そうそう、バンド本当って。空いてる？あれ？多分ね。青木さん空いてるかもしれない。あの ARB とかね、あの、ね、シナノロケッツの浅田くんがベースでね、ごぼう鈴木さんドラムですね。ね、バンドでバチッとやりましょうね。行きましょう。はい。3月のこれ6日。うん、クエスチョンがついてます。面白い。自分の宣伝はね、あんまり忘れちゃったりするね、僕もね。今日は本当に桑田靖子さん、ありがとうございました。ね、ありがとうございました。楽しい時間をありがとうございました。高橋真子さん、ありがとうございました。松下としみさん、ありがとうございました。動画のキキさんもお疲れ様でした。ありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。See you next time! 忘れかけてた思いが